皆さんこんばんは、マリサだよ。皆さんこんばんは、霊夢やで。今回はこれ。ガン、ガン、ガン、ガン。お、どうした？いや、何か燃えたぎるイントロが聞こえてきたのでつい。いいね。今回はロボットアニメのお話だよ。おう、ロボットアニメね。知ってるで。ダグラムとかボトムズとかやろ。そうそう。いいね。ただ今回は70年代に絞って解説してみるよ。ええで。70年代はロボットアニメ全盛期でね。現代でも続編やリメイクされている作品も多いんだ。オッケーやで。ざっと並べるとこんな感じ。おう、結構知ってるのあるで。コンバトラー V とか。あ、ガンダムも70年代なんやな。そう。ここで集めたアニメは、人が乗って操縦するっていうタイプに限っているよ。漏れてるものがあったらごめんね。勘弁してや。まずはこれだね。マジンガー Z。1972年10月から1974年9月まで放映されたよ。丸2年か。長いんやな。そう。それだけ人気が高かったことの証だね。これ以降の作品のほとんどは、半年から1年の放映となるよ。ほう。ロボットアニメという枠組みで言えば、鉄腕アトムや鉄人28号が創始なんだ。そや、最初言うたらその辺やろな。でも人が乗って操縦するというロボットはマジンガー Z から始まったんだ。ロボットに目玉がなくなったのもここからだよ。ちなみにアストロガンガーっていうアニメがあって、これがマジンガー Z の2ヶ月前から放映。ほう。ただ、操縦ではなく融合するという独自の設定だったのと、目玉があるので除外したよ。ほんとや、かわいいな。マジンガー Z は全92話で平均視聴率は 22.1%。最高では 30% を超える回もあったんだ。すごいやんけ。国民的や。それだけじゃない。超合金という名の玩具を筆頭に、グッズがバカ売れ。主題歌も70万枚売れた。いつも元気なおじさんがテレビで歌ってるの見たことあるで。かっこええよな。このマジンガー Z の大成功によって、ここから、人が乗って操縦するロボットアニメ全盛期がやってくるんだ。大2匹目の土壌や。まだマジンガー Z の放映中、74年の4月に始まったのがゲッターロボ。熱いな。ゲッターロボは、3機のマシンが合体してロボットになるという新しいギミック入り。かっこええよな。しかも組み合わせで陸海空に特化したロボットになるという手の込んだ仕様だね。急にすごい進化や。2年近く続いたマジンガー Z の後番組として始まったのがグレートマジンガー。74年の9月から始まった。続きやな。マジンガー Z の最終回でグレートマジンガーが登場。そのまま続編で前作のキャラクターも出演していたね。ほんまに続きなんやな。勇者ライディーン。75年4月から。お、テレ朝系やな。そう、これまで富士の独壇場だったロボットアニメにテレ朝が参戦。そらみんな超合金売っても受けたいもんな。この作品は、後にガンダムを生み出す富野義行が前半の監督を務めているんだ。へぇ。この作品もなかなか画期的な設定がされてて、ロボットが乗り手を選ぶとか、操縦方法が、パイロットの体の動きをなぞって動かすとか。なるほど、エヴァとかジーガンの元ネタみたいなもんなんかな。君、意外と詳しいね。知らんけどな。75年の5月。最終回を迎えたゲッターロボの続編として、ゲッターロボ G。続編やな。そう、若干のメンバーチェンジがあって、新たな敵に向かっていくよ。オッケーやで。ゲッターロボ G が始まって間もなく、グレートマジンガーの後を受けて75年10月始まったのが UFO ロボグレンダイガー。これも続編。曲で話は繋がってないみたいだけど、マジンガー Z の主人公が出演していたり、世界観は同じなんだって。ふーん。UFO ロボってのが時代を感じるな。この作品も設定が面白くって、主人公が異星人なんだ。ほう。これまで、地底人やマッドサイエンティストが主人公の敵として立ちはだかってきたんだけど、この作品から、敵は異星人になるんだ。なるほど、定番やな。それに訳あり異星人が地球のために戦うって設定は後の作品にも大きな影響を及ぼすよ。ふーん。グレンダイザーは、マジンガー Z 以来の1年を超える全74話。平均視聴率は 20% 超え。人気あったんやろな。そしてグレンダイザーと同時に始まったのが、鋼鉄ジーグ。磁石の力で合体する。
おもちゃがはかどりそうやな。そうね。おもちゃ漫画アニメという戦略はこの作品から始まり現在にも通じるところだね。だからは鋼鉄ジーグ事業部ってのを設立。気合入ってるな。今でもおもちゃを売るための宣伝みたいなとこもあるもんな。ライダーとか。ところで、ここまで紹介してきたアニメなんだけど、驚くことに、ライディーン以外は全て長い号を率いるダイナミックプロによる作品なんだ。マジか、すごいな長い号。すごいよね。1972年のマジンガー Z から、グレートマジンガー、ゲッターロボ、グレンダイザーに、鋼鉄ジーグまで。ちなみに同時期に彼の原作、デビルマンや、キューティーハニーも放映してたよ。すごすぎ。その後、76年はグレンダイザー、ジーグの後を追って、多くの作品がスタートする。3匹目の土壌や、長い号だけに任せてられんで。76年の4月から4作品。多いな。ゲッターロボ G の後番組で大空魔竜ガイキング。主人公がプロ野球選手だったりする。衝撃の元祖ベースオープンは必見だね。ひえ。老舗タツノコプロからゴアッパー5ゴーダム。タツノコキャラクターで明るい雰囲気だけど、後半は地底人と世界の全面戦争に。確かにタイムボカンみたいやな。TBS は、UFO 戦士ダイアポロン。アメフタモチーフ。再編集新作デニがテレ東で放映された。そうか。そして超電磁ロボ、コンバトラー V。これは有名やな。コンバトラー V の監督は、長濱忠夫。先のライディーンの監督だった富野義行の後を引き継いだ人なんだ。ところで、なんでライディーンは途中で監督が交代したんや？スポンサー要求や現場の反発など様々な問題があって、富野が降ろされてしまったらしいよ。なるほど、大変なんやな。監督も。長浜は、コンバトラー V から続くボルテス5、東証ダイモスの3作品で監督を務め、後に長浜ロマンロボシリーズと言われるようになる。長浜ロマンロボ？なんやそれ。もともとロボットアニメは、悪の軍団対正義のスーパーロボット。という割と単純なストーリーだったんだ。そうやな。長浜は違うんか？例えばコンバトラー V で敵の大将軍ガルーダ。物語の中盤で彼は自分がアンドロイドであること。騙されて利用されていたことを知る。なんと、ひどい。そして、昇進の中コンバトラー V に決戦を挑み敗北。自らを愛してくれた。そうプログラムされていた。上半身のみのロボット、ミーアと共に爆死。なんで上半身だけ？敵にもこんな切ないお話を盛り込み、その後のロボットアニメにも大きな影響を与えることになるね。そしてガルーダはイケメンだった。なるほどな。だから人気出たんやな。さあまだあるよ。76年は、あと3つ。まだあるんかい。7月にはグロイザー X。ロボットに変形する大型爆撃機のような機体。敵も空爆ロボという爆撃機対決。主人公の声は安室が担当している。そうか。同じく7月ブロッカー軍団マシーンブラスター。4、直線なのか？いや、4体のロボットが出てきて戦うよ。なるほど、そして合体するんやな。いや、合体はしないみたい。手を繋いだり、組体操的な動きをするよ。ほう、タイトルといい、独特やな。9月からマグネロボがキーン。鋼鉄ジーグの後番組だね。磁石つながりかな？そう、これもおもちゃ宝がスポンサーだった。76年は7作品がスタート。このあたりがブームの最高潮だね。そうか。続いて77年。まだまだ続くよ。そろそろ飽きてきたで。77年3月から、合身戦隊メカンダーロボ。野球場に偽装し地から出撃する。途中でスポンサーが倒産して大変だったんだって。そうなんや。同じく3月、グレンダイザーの後番組で惑星ロボダンガードエース。長い号の枠に宇宙戦艦ヤマトの松本零士を迎え、主人公へ鬼のような訓練をさせる教官が登場。ロボットスポコン的な作品だった。大御所やな。ダンガード A って確かでかいんよな。全高200メートルはこれまでのロボットと比べても文字通り桁違い。しかも唇がある。セクシーやな。続いて4月。超合体魔術ロボギンガイガー。トランスの通貨をシンボルに4体のロボットが登場。手品をモチーフにしたような作品だね。主人公が坊主で、視聴者に話しかけてくるという独特な作品。博士の声は次元大介。結構ぶっ飛んでるな。6月から超電磁マシーンボルテス5。コンバトラー V の後を継いだね。長浜ロマンロボットやな。覚えたで。これも切ないんか？
地球侵略軍総司令官、プリンスハイネル。ボルテス5との決戦の後相打ちとなるが、その際主人公たちの異母兄弟であることが判明。これは切ない。実の父や弟たちと戦っていたことを知る中、お父さんと涙を流しながら言い残し、燃え盛る黄金城と運命を共にした。泣けるで。そしてプリンスハイネルはイケメン。そうやろな。違ったら怒るで。7月から、超人戦隊バラタック。鋼鉄人魚、マグネロボが金の枠で宝の磁石シリーズだね。どんな内容なんや？最終回のタイトルが、もう終わりです。だから、割とポップな作品だったんだろうね。適当やな。ちなみにバラタックは、乗って動かすんじゃなくてテレパシーで動かすので本来は戦隊なんだけど、なんとなく入れてみたよ。オッケーやで。10月、77年の鳥を取るのは無敵超人ザンボット3です。主人公の声はドラえもんが担当。これも有名やな。なんとなく知ってるで。こちらは、ライディーンを途中降板した、富野義行が監督しているんだ。彼の作品は、この後78年大ターン3、そして79年のガンダムへと繋がるよ。おお、もうガンダム出てきたな。この作品は有名な人間爆弾や、終盤に主要な人物が次々と死んでしまう展開など強烈なインパクトを残したんだ。人間爆弾？生け捕りにした人間の体に次元爆弾を埋め込み街で爆発させるという、恐ろしい作戦だよ。怖すぎ。他にも、多くの斬新なアイディアが詰まった作品だったんだ。76年に7本、77年に6本というハイペースで放映されていたロボットアニメだけど、78年、ロボットアニメも転機を迎える。どないしたんや？78年に後番組でもロボットアニメが続いたのは、ボルテス5の後の東証ダイモス、ザンボット3の後の大ターン3だけとなった。おう、ロボットアニメにも陰りが見えるな。ロボットアニメの人気は高かったんだけど、当時はスーパーカーやラジコンブームなどがあって、おもちゃ市場は厳しかったとも言えるんだね。そうか、商売あってのロボットアニメやもんな。78年4月から始まったのは、東証ダイモス、ボルテス5の後番組だね。長浜ロマンの3つ目やな。今度はどんなロマンなんや？主人公と記憶喪失の少女が恋に落ちるが、実は敵の宇宙人で、地球攻撃軍曹とクリステルの妹。なんという確率。そしてイケメン。ストーリーも母性を失った宇宙人が地球への移住を目指し話し合いを。なんて始まり。ええやつらや。6月からは、無敵超人大ターン3。ザンボット3の後番組。これも富野やな。そう。こちらも一筋縄ではいかない作品。人類が宇宙進出のために作ったサイボーグたちが暴走。人類に勝負を挑む。おう、ターミネーターやんけ。敵の主要の正体が明確でなく、様々な憶測を呼び、ザンボット3と共に今でもファンの多い作品だね。なるほどな。7月から宇宙マシン大剣豪。舞台が地球ではなく、銀河連盟対マゼラン帝国というスケールの大きな作品。スターウォーズがヒットしてた頃やな。ロボットも、博士が作ったものではなく、950年に一度起動する守護神という設定。ちなみにフェイスオープンする。歯が生えてる？いよいよ1979年。70年代最後の年は3月から未来ロボダルタニアス。あの長浜忠夫が途中まで総監督を務めた。ダイモスの後やな。チャンネルが違うけど。そう。曲の都合でダイモスが早めに終了になった関係で、テレ東で放映されたんだ。そうなんや。今度はどんなロマンや？今回のは少し子供向けで、イケメン的役がいないので、ちょっと盛り上がりに欠けたんだ。そうなんか。平均視聴率も 5.9% と振るわなかったけど、デラックス超合金未来合体ダルタニアスは5800円という高額な設定にもかかわらず売れた。ふーん。続いて4月。機動戦士ガンダム。大ターン3の後番組だね。もちろん、富野義行だね。さすがに知ってるで。アムロとシャアの戦いや。放映当初は視聴率 5% 台と低迷していたが、後半に向けて人気が上昇。その後再放送では 20% 近い視聴率を取る。再放送の方が視聴率が良かったんや。このガンダムで、ロボットアニメは復権。80年代は70年代以上のロボットアニメが放映されることになる。なるほどな。ガンプラとかすごかったんやろ？ガンダム買えなくて泣く泣くムサイ作ったみたいな笑い話聞いたことあるで。さて70年代最後の作品、東芝ゴーディアン。これもテレ東。民放がロボットに見切りをつけた頃、テレ東で2作品とはおもろいな。
そうだね。70年代はマジンガー Z から始まり、ガンダムで終わるという激動の時代だね。ガンダム以降、いわゆるリアル路線として、たくさんの作品が作られるんだ。なるほどな。今回はここまで。最後まで見てくれてありがとうやで。チャンネル登録してくれると嬉しいで。それではまた。